キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日は日刊スポーツと佐々木チャンネルコラボ企画。コラボ。今日もう紙面にも出てますから。はい。あの日刊スポーツの。この内容がってことですか。そう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 。より詳しく動画の方が喋るけどね。ああなるほど。紙面は尺があるから。そうですよね。YouTube は尺がないっていうね。はい。でも紙面に私たちの写真も載るわけじゃないですか。載ってんすよ。どんな写真なのかっていうのはやっぱ見てほしいですよね。ちょっとさ変わったカット撮ったじゃないですか。そうそう、あれ見た人から写真集の依頼来るんちゃうかっていう。おカップルチャンネルの。カップルチャンネル、うん、カップル写真集、うん、カップル写真集。カップル写真集ってどんな写真集なんですか。だから昔梅宮アンナさんが撮ってたようなカップル写真集ね。見たことないか。知らない。わかんないです。知らない。誰と撮ってたんですか。ん博さんっていう。ああ懐かしい。その二人の想像懐かしい。ありましたね。あったやろ、うんうん、昔ね、はい、平成の良き時代の、はい、ジャングルとか撮るんでしたっけ。そう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 、ワニこうやってやって、で袴さんもこうソルジャーみたいにこうやって、でなんか葉っぱのこの中で葉っぱ葉っぱ葉っぱで、そうそうやって全部 で密林の中で、はい、って撮るんですよ。なんかサバイバル系の感じで。そう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 。はい、そしたら俺体ボディメイクするためにめっちゃ痩せるよ。そしたら本当ですか。もうあればね、依頼が、うん、あれば、うん、はい、めっちゃムキムキにするよ。おお、めっちゃトレーニングする。うわ、それちょっと見たいですよね。俺だってトレーニングはできる知識あるからね。そうですね。ただやる気がないだけだから。いやそう、ダイエットとかってやっぱ目標がないとできないんですよ。全くできへん、うん、もうね、あの気も体も緩みっぱなし。そう、そう、はい、今日そんな話じゃないんですよ。そうです、そうです。コラボ企画なんですよ。はい、今回ですね、うん、里崎が、はい、なんと、うん、教会を立ち上げました。教会、はい、チャーチ。いやちょっとちげえよ。ちょっとボケてみたんですけど。そうなの、はい、違いますよ。チャーチじゃない、はい、うん、団体作ったんです。団体を、はい、はい、じゃあこれあのなんていう名前の団体か。団体、はい、NBO っていう団体を作ったんです。 NBO、 NBO、 はい、うん、なんかこれ何の略やと。あれですね、なんかよくある非難、うん、なんとか組織とか社団法人みたいな。そうそうそう、 NBO です。 N、 日本、日本、日本、 B、 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 日本ボール。日本ボール。日本ボール。O は。O。オーガナイゼーションみたいな、なんか。O。もう誰も分からへんから笑えへんよ。もう何て言ったかも聞き取れへんかった。O？ O？ 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 日本合ってます？日本合ってる。日本合ってる。珍しく。日本。うん、ボールじゃないよ。あ、ベースボールか。うん、もうそりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。他に何やろ。日本ベースボール。日本ベースボール NBO。 O？ O、うん、簡単ですか。 O 超簡単。超簡単、分かる簡単です。簡単なんだ。日本ベースボールおいおいおいみたいな。はツッコみたいな。キレ悪いな。ほんと、あのごめん、緊張してんじゃん、コラボだから。あの私生きてて、うん、あんまり人にはって言うことないんですけど。今あの人生で初めてはって言ったかもしれないぐらい。今ちょっとあれだね、はい、アップが出てきたね。ちょっと出てきちゃいましたね。その今もう、はい、もう一回その歯を、ね、スローで、スローでどうぞ。この顔と目つきとともにどうぞ。日本ベースボールおいおいおいみたいな。はおいおいおいみたいな。はは、はいやもうこれが本性ですか。いや私本当人生で初めて人にハって言ったかもしれない。ハって言っちゃいましたね。あちょっと私2023年ちょっと悪女、悪になってきてるな。うん、うん、じゃあ、うん、日本ベースボール、ベースボール、待って、オブジェクト。どういう意味ですか。オブジェクトってなんか目標とか目的とかじゃないっけ。違うか。正解は、はい、指摘団体日本ベースボールおせっかいっていう。惜しい惜しい惜しい。おせっかい、惜しいじゃないですか。めっちゃ惜しいじゃないですか。いやなんかそうですね、なんか先生の方が近かったような感じが。おいおいおいっていう。あ、なんか確か
かに、はい、ごめんね、なんか歯とか言っちゃう、本当にごめんね。おせっかいっていうのは貝の字でね、かけてるんですよ。おせっかいとこの貝、日本ベースボールおせっかい、あ、うまい、題して NBO っていう指摘団体を勝手に作りまして、はい、指摘団体、はい、うん、あの別に何にも登録されるわけじゃなくて、勝手に佐藤さんが言ってるだけと、ね、はい、のコミッショナーに就任しました、うん、佐藤智也です。はい、何ですか、日本の野球におせっかいするってことですか。そう、だからに、今までも結構いろんなことを言ってきたんですけども、うん、これはやっぱりもう正式に団体を作った方がいいということでね、うん、今も会員募集中です。はい、はい、あの日本ベースボールおせっかい、はい、コミッショナーの佐々木智也が、はい、世界の野球に対して、うん、苦言提言、うん、いろんなことを助言していくっていうおせっかいです、はい、いや、あの、なんなら団体とか協会立ち上げなくても今までも結構 NBO してたと思いますよ。してたんですけど、やっぱ正式にね、はい、あ、なるほど、やっぱこう、やっぱり団体を立ち上げた方が、うん、今までなんか個人的見解だから、はい、ちょっとふわっとしてるじゃん、ね、そうですね、だから今回はもうきっちりこの NBO っていう日本ベースボールおせっかいっていう日本の野球に対して、はい、あ、おせっかいで何でも異論提言、うん、あの修正、はい、改革案出していきますよっていうコミッショナーに就任したんですよ、はい、そうですね、入ります、入ります。あ、じゃあ、あの、どっか役職いただけますか。今だと、はい、役職つけ放題ですよ。あ、コミッショナーじゃないから。何がいいですか。え、コミッショナーは一番偉いんですよね。俺が立ち上げて俺が一番偉くなかったな。なんか組織とかの、一番偉いってなんか会長とか社長みたいなのがあるじゃないですか、うん、ちょっと私役員でいいですか。役員に、役員、はい、いいですよ。いいですか。コミッショナーの次のポジション何ですか。キャプテンとかね。キャプテン、J リーグだとチェアマンとかキャプテンとかあるじゃん、はい、あ、じゃあ私マネージャーでお願いします。マネージャー、あんまり、あの、権限あるとこ私苦手なので、うん、あの、マネージャーでお願いします。マネージャー入ります、はい、サポートします、はい、まあね、あの、皆さんもね、うん、あの、入りたければ入れるんでね、はい、あの、履歴書送ってもらえればね、はい、お履歴書必要なんですね。いや、それはもう得体も知れない人がね、はい、ただ文句言うだけでね、はい、あの、偽アカウントとか、うん、あの、偽名とかで言われてもね、はい、この会がやっぱりちょっと伝っていくんでね、はい、これはもう、あの、名前と顔を出して提言していくっていうのが基本ルールなんで、はいはい、でこの会を立ち上げたんでね、うん、あの、今年の目標としては、はい、こう、会員の皆さんで、うん、あの、意見討論会をするっていう。ああ、面白そう。で、このいろんな問題に対して、うん、賛成反対、うん、分かれて自分たちの意見を言いながら、うん、はい、あの、それを世の中に発信していくっていう、うん、協会員の皆さんも、はい、会議に賛同してもらって、うん、そこで話していこうっていうところも作り上げていきたいなって。あ、いいでしょ。だからこれ ね、日時決めて、うん、で、これに参加できる方、うん、その代わり、あの、顔、名前出ますっていう、うん、はい、先生みたいな仮面はダメなんですか。仮面ダメダメ、うん、そうだったら好きなこと言えるじゃん。うん、そうですね。だから責任持って言わなきゃいけないから、うん、こういうのはね、はい、だからその名前も出て、うん、で、この動画も出ますよと、もちろん、はい、オープンの場でね、うん、シークレット、オープンの場でやる。でもあれですね、そうしたら、じゃあ独立リーグを今運営してる方と か、うん、なんかいろんな日本の野球の人たちがどういう意見を持ってるのかっていうのを、うん、このおせっかいに入っていただいて、うん、なんか発信していくのもいいですね。そう、全然もういつでも発信ツールに使ってもらってもいいし、うん、はい、その中でじゃあファンの皆さんと、じゃあ16球団構想どうなんですかとか、うん、DH 問題どうですかっていうところを議論し合って、うん、はい、で、いい方向に進めていこうっていうおせっかいです、うん。なんかいいですね、あの、アマチュアの方とかもぜひ、なんか、ね、そうそう、だから本当は、あの、事前打点問わないんでね、はい、参加していき、うん、か方は、はい、あの、履歴書を添えて、うん、はい、メールでもいいんでね、うん、ぜひ会員になられる方 お待ちしてます。あ、面白い、討論会やりたいですね。そしたらあれか、会員書作っかな。あ、会員カード、うん、会員カード作ろうよ。ポストカードでいいです。え、私のポストカード、あの、家に15枚ぐらいだったらあるけど15人しか入れないよ。それ作ろうよね。はい、会員証みたいな、はい、おせっかいで、うん、で、あの、自分で写真撮ってきてもらって、はい、写真貼ってな、はい、あの、コピーとかで作れるんじゃないの。そうですね、簡単にね。で、肩書きも書いて、うん、肩書きも書いて、ね、うん、今とか、今だと肩書きつけ放題だから、ね、はい、何でも。そうですね、皆さん、え、これ本当に募集します。うん、そうだよ。じゃあ本当に皆さんご応募、はい、お待ちしてます。あの、メールアドレスこちらになります、はい、概要欄にありますんで、はい、ぜひ、ね、その代わり、氏名、顔さらけ出します。はい、はい、ということで
で、はい、まずその第一弾として、はい、まあいろいろね、うん、過去も含めていろいろ提言してることありますけど、うん、もう一回形として新たにここからね、うん、出していきたいっていうところがあってですね、はい、やっぱりこのおせっかいのコミッショナーとしては、うん、はい、やっぱ今のプロ野球界で一番やらなきゃいけない問題、うん、はい、FA 問題っていうね、うんうん、まあ、これは一番取り掛かっていかなきゃいけないと思うんですよ、はい、だ今現状ね、あの国内 FA は6年、うん、で海外が、9年かなっていうところもあってね、うん、まあ、あの先日動画も出しましたけども、はい、千賀投手のね、うん、ポスティング問題で揺れるみたいなね、うん、ところはありましたけども、はい、やっぱり選手の権利でもあるやっぱり FA 権ね、で選手会側も海外国内一律で6年にしてくれみたいなね、うん、こと言ってますけど、はい、それじゃ話は通りませんよっていう佐々木の動画出しましたけど、うん、ここでやっぱりおせっかいコミッショナーとしては、はい、まあ、ここ提言として、うん、変えれるものは変えれるし、うん、変えれないものは変えれないと思うんですよ、うん、だから変えれないものを無理筋言ったところで生産性ないじゃないです か、うん、はい、だからより現実味があって、うん、お互いのメリットにもなって、うん、プラスアルファするところで考えると、はい、やっぱり一つ、うん、国内FA権は、うん、6年にしましょう、はい、きっちり今だから7年か7年か8年、ね、今7でしたっけ、多分7とかだよね、7、9なんでしたっけ、そう、そっか、うんうん、だからそれを6年に一律っていうところで、うん、もうこれは国内 FA 権は6年もうしましょう、うん、あ、じゃあ1年短縮させると、はい、はい、それはもう高校生だろうが社会人だろうが、うん、大学生だろうが、うん、どこのカテゴリーからドラフトに関わって入団したとしても、うん、もう全員一律6年です、6年、はい、その代わり海外メジャー FA は9年、うん、これはもうねどんなに頑張っても短くなんだ、うん、はい、だから頑張るだけ無駄です、うん、正直、うん、まあ、声を上げとかなきゃね何も変わらないっていうところで声を上げることは大事だけども、うん、多分まず今現実的に変えていく方向をすれば6年、うん、はい、その代わり、うん、里崎チャンネル何でも言ってますけども、はい、自動 FA です、うわ、全員これはずっと言ってますもんね、はい、うん、もう それにすればね、うん、マネーボールのセーバーメトリックスじゃないけども、うん、そのセーバーに照らし合わせて、うん、見えないところまで選手の評価ができることによって、あの年俸は安くても勝てるチーム作りをするっていうところを営業努力で、お金だけじゃなくて賄えるチームも出てくるかも分かんないし、今ね選手会がよく言ってる買い殺しを防ごうとかね、そういったところも自動 FA になることによって自分の出れるところにね移籍活性化することによって自分の働き場所を増やしていくっていうところを考えれば買い殺しも防げるわけだね。って考えたらもう自動 FA、 その代わりリスクあるよ、はい、あの自動 FA イコールクビみたいな、そうです、どことも契約ができないっていうことになっちゃうかもしれないですよね、うん、なっちゃうかも分かんない、うん、けどもそのリスクを背負ってでもそういうふうにそのを広げていく方が選手会が言う、うん、なんていうの、買い殺し、うん、もしくは FA 短縮っていうところには近づけるじゃん、うん、そうですね、だからもう6年自動 FA、うん、これはもう決定します、決定ですか、おせっかいだから、おせっかい、おせっかい、おせっかいの中では決定、うん、まあ、でも選手にとってメリットもあればシビアになる部分ももちろんありますけど、うん、なんかこういい、いいなんか活性化はすごくしそうですよ、ね、今の状況でもデメリットあるからね、うん、FA 取るまでに時間がかかるとか、うん、FA 取っても使いたいけど使えないとか、うん、デメリットじゃんね、はい、そういった意味では権利がある人にもデメリットがあるわけ、うん、だから何したってメリットデメリットはあるんだから、うん、そういった面ではその自動戦力外になる可能性はあるかも分かんないけども、より良い移籍活性化を促すためにはもう自動 FA6 年、はい、これはもう推奨していきたいですね。あの日本ハムがノーテンダーってあったじゃないですか、うんうん、ノーテンダーは自動 FA とそのなんだ環境とか状況は一緒ですか、あれは自動 F… だからクビだからね、戦力外で、なんかいやまあまあ、いわばそうなんです、あの戦力外っていう、いう言い方を変えてるだけ、自由契約ですよ、うん、は戦力外だから、そっか、うん、だからその言い方変えただけ、ノーテンダーは、うん、かっこよく、そう でも事実上戦力外、うん、そっか、でも逆に言うとその FA 自動化がノーテンダーだから、うん、そういうことですよね、うん、あの3人ノーテンダーになりましたけど、うんうん、と同じ状況になるってことですよね、そう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 、どことも契約ができる、うん、そう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 、でもどこも契約してくれなかったら、はい、秋吉みたいにクビになるっていう、そっか、え、自動 FA の時はでも戦力外と一緒、いやば、そうです、戦力外だから要は、うん、能力がある人も戦力外になるみたいなもんなの、
ってことですよね、うん、だもうもう全部自由契約になっちゃうってことですよね。そうなるっていう、うん、FA 権を取った瞬間に、ね、うん、でも FA 権取って自由契約になったとしてもその元の球団がもちろん契約する、もちろん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 、ただ交渉の窓口が全12球団になるっていうだけで、でそのそうなった時によ、はい、次の問題が発生するのは、はい、じゃあ給料とか育てたお金がもったいないじゃん、うん、そんなすぐ6年とか出ていかれたら、はい、ってなるじゃん、うん、だからメジャーと同じように、うん、あの年齢制限つけて、うん、その年を超えるまでは給料が、著しく上がらないっていう。え、だからメジャーもあるのよ、大谷とかも、はい、多分そうだったんだけども、はい、年俸が何歳、うん、何歳超えないと超えないと給料上がらないっていう25歳ルールっていうのが、はい、あって、うん、MLB と大リーグ選手が結んだ新労使協定で海外選手の獲得に伴う契約金制限の適用年齢が23歳未満から25歳未満に引き上げられたと、うん、25歳未満の選手との契約に使える金額は契約金や年俸など、年間5億5000万円程度に制限されてマイナー契約からスタートすると、うん、大谷にも適用されると、大谷が行くときね、うん、ポスティングでを使っても19年オフまでは大型契約を結べなくなったと、うん、翌年以降の契約は制限されないが球団が保有権を持っているため FA になる前に大型契約を結ぶ例は少ないと、うん、さらに移籍時に大型契約を確約することがないように MLB が厳しくチェックする恐れがあると、うん、であの米アメリカメディアがね、はい、報じてるっていう、ところもあるし、だからその年齢とかによってあの決められてるわけよ、うん、いろんな条件がね高騰しないようにみたいな、はい、っていうところも、まあ、ちょっといろんな変化もしながらね日本流に置き換えて、うんうん、その25歳以下までは年俸1億円以上にはできないとかね、うん、でもそれその代わりもう FA 取ったらもう無条件できる、あもう青天井いきなり10億とかになる、はい、あーそっかそっか、その蓄え球団も蓄えてた分、そうそう、だからその育成期間6年になったらお金かけてんのにすぐ FA 出ていかれちゃうたってなるから、はい、うん、その FA 取るまで、まあ、23歳までか分かんないけども、はい、あと入団何年目までとかで、うん、もういくら以上は上げちゃダメやっていうシステムにするから、うん、でももしですよ、うん、村上選手まだ20そこちょっとです、うんうん、で今みたいに ものすごい三冠を取っちゃって、うんうんうん、それでも年俸が5000万円まで、で大谷とかもそうだね、上がんなかったね、ずっと、はい、活躍してるメジャーでは、メジャーでは、うん、で上がんなくて、で三冠を取ったのに、じゃあ25歳になるまでに、うん、なんかこう成績が沈んじゃったってなったら、うんうん、その後なんかすごいその分もったいないなってなりますよね。でも自動 FA になるからそれでもうちは4億でも5億でもかけてほしいっていうところが出てくるかもしれない FA になったら、まあそっか、でも別にそれは給料上がったとしても、うん、そのいきなり三冠王になったからってもともと低くて三冠王になってたらダメだったら落ちるから一緒で、まあそっか、なんかその三冠王分が全然跳ね上がりがないのかなって思っちゃって、だそうするとだから育成期間にお金使わなくてもいいっていうところの抑えが効くじゃん。あ、まあそうですね、うん、そうこんだけかけたのに、うん、そんな6年ですぐ出ていかれたらっていうことを言うね、そっか、そうですね、人たちのために抑えるまでに、うん、何歳まではこれ以上の契約ができないとか、うんうん、複数年契約できないとかっていう風な、うん、だって球団側にもメリットあげないといけないから、そうですね、うん、だそういったところ、もしくは入る時の契約金を今の半分以下にするかね、うんうん、あそこで抑えるっていうね、入る時の資金を抑えることによってかけた金額を抑える、うん、で出ていかれること早くなっても投資額を回収しなくてもいいみたいな感じで、はい、しとくと、うん、まあ、そこのリスクもね抑えられるじゃん、うん、だからそういったところで、うん、何歳までは、うんうんうん、とかする年俸制限してもいいかも、その代わり FA 下げるん で、うん、で FA とかそういう権利持ったから一気に上げてもいいですよっていうところを作ってもいいかも分かんないですね、はい、うん、そうですね、うん、でそうすると選手会が求める買い殺しとあと年 FA が下がるっていうところはできるんちゃうかっていう、うん、おー、なるほど。それに伴うルールとして、はい、人的保障を廃止します、はい、廃止、はい、廃止して
お金だけにするってことですか。やっぱそうやって遺跡のがこう自由化されるっていうことで、うん、それで人的保障ってなってくると話がもうややこしくなるから、うん、そうですね、やっぱこの児童 FA になるってことはやっぱ人的保障もなくさないと、そっか、人的保障で年俸も抑えてるんだから、うん、その、 あの譲渡金みたいな、うん、だから FA においての球団が支払う年俸 80% だったりとか、とか人的保障、うん、あの保障を全部なくなします。わあ、もうほ、じゃあ保障はもう何もなし。何もなし。うん、A クラス、B クラスとか、うん、B ランクとか、とかもう全部なし、うん、にすることによって、うん、その FA のもっとしやすくなるじゃん。でそれがもし、ね、うん、ダメやって言うんだったら、はい、ダメやって言う可能性もあるじゃん。うん、球団が、うん、全部なしだと、俺は全部なしでもいいかなと思って、はい、ダメだって言うんだったら、はい、人的保障だけなしにします。うん、お金はありっていう、お金はあり、うん、でプラス、うん、A ランク、 B ランク、 C ランクあるんですよね、今まで通り、うんうん、で今まで通り C ランクの選手たちは無保証、うん、で A ランクの選手たちはその年俸の何パーセントの今まで人的保障か、うん、人的保障なくて年俸の百何十パーセントかだったけども、うんうん、これを人的保障をなくしてドラフトの指名権にします。ああ、 A ランクの選手を取った場合、はい、うん、年俸の何パーセントプラスドラフト1位の権利です。え、ドラフトの時に1位の権利どういうことですか。ドラフトを伴って全チーム完全ウェーバーにします。ああ、ウェーバーに、うん、でそれによって、はい、FA で A ランク取ったチームっていうのはその年のドラフト1位の権利を失います、はい。でとりあえずだからもし言えば日本ハム、はい、今年言うとね、うん、近藤が A ランクの選手が、うん、あの移籍しました、はい、ってなった時に、うん、日本ハムは2023年のドラフト1位を2回取れます、はい、あ、そういうこと。だから自分の順番でも1回取れて、うん、ソフトバンクの順番でももう1回取れます。あ、そういうこと か、 だから12分の2取れます、はいはい、1位を、うん、でソフトバンクは2位からしかしドラフトに入れない、はい、いい選手は取られるけども、うん、新しいいい選手を補強できて、うん、戦力の均等のバランスを保つ。ああ、ちょっと面白いですねそれ。で、うん、B ランクの選手を取った場合は、はい、年俸分プラスドラフト2位の権利。2位の権利、わあ面白い、うんうん、で、うん、A の選手を2回取った場合は、うん、1位2位失います。はい、 B ランクの選手を2人取った場合は、うん、2位と3位の権利を失います。はい、でそれのどっちが2チーム取ったら両方から来るわけだよね、うん、でこのどっちが来るかっていうのは、うん、上下を決めるわけじゃんね、はい、決めなきゃいけないじゃんね、うん、その時の決める順番はその選手の年俸の高さで決まります。ああ、例えばこう、そうそう、だから日本ハムともし西武から両チームにソフトバンクに A の選手が行きましたってなったら、うん、この年俸の高い方が 1、うん、低い方が2、うんっていうような感じで入れ替えたりね、うん、まあ、ここはもうちょっと再考する余地はあると思うけども、はい、そういうふうに今いる人的保障じゃなくて、うん、未来の選手を獲得できる権利の保障をつける、うん、はい、ことによって戦力の均衡化を図るように、うん、でドラフトは完全ウェーバーです、はい。でもそうやってなんかこう一つ変えるとやっぱりこう徐々にいろんなところもちょこちょ こ、 こう変えていくと均衡が保てるってなるじゃないですか、うんうん、まあ、結構大掛かりになると思うんですけど、うんうん、でも今佐藤さんがこう提案したのって確かに画期的ですごく魅力的で面白いなってなるんですけど、プロ野球ファンからするとちょっとずつなんか楽しみが減るんですよね。何ですか。まあ、人的保障は楽しみとまでは言わないですけど、うんうん、誰がプロテクトされるんだろう、うんうんうん、誰が選ばれるんだろうっていうちょっとドキドキがあるわけです、うんうん、それがなくて、まあ、全部お金になっちゃうわけですよね、うんうん、お金と指名権、指名権ですよね、うん、あとドラフト、うん、やっぱりくじがなくなるのちょっと寂しいですね。いや、めっちゃ完全上はもっとドキドキするんだよ。なんでですか。くじ引きより。そうなんですか。誰が本当の1位なのかが分かんない、うん、あ、この今のアマチュア球界の高校3年生、はい、大学4年生、うん、社会人のドラフトで行ける権利を持った選手、はい、独立リーグの選手、うん、中から本当の1位が分かんない、うん、今って本当の1位分かんないんだ、まあ、一番なんか競合が多かった人が1位、なんか本当の1位かな感はあります。でも取る人たちが本当に競合しなかったらその人1位じゃないからね、はい、だからドラフト1巡目の1位っていう称号が一生つくんだよ。はい、これはえげつないよ。
誰が1位の1位なんやろっていう。だから去年で言うと、うん、あの競合ほぼなかったじゃんね、はい、浅野君と庄司投手だったじゃんね、うん、でちょっと前だったら清宮とか、はい、でも清宮を指名しなかったチームは別に清宮じゃない選手が行ったらそれが清宮は1の1じゃなくなるわけ。そうですね。だから本当の1の1は誰なのかっていうのが分かるっていう、うん、ただ1の1から1の2じゃん、うん、誰でも取れるわけじゃん、うん、誰どの選手誰取んのっていうドキドキはえげつないよ。でもそういった意味では完全ウェーバーだとも競合がないじゃないですか、うん、だから1の1はもしかしたらくじだったら穴って言われてた選手の可能性もはなくない。だってくじ引きになるから辞めてる人もいるから。あ、まあまあそうですね、うん、本当に欲しい人取れるから、うん、あ、まあ確かに心の底から欲しい人が取れるから本当の1位の1位になるんだよ。ああ、そっか。でそれで、でもその代わり入る時に制限かかるけども、はい、6年で早くして出れるようにするから、うん、FA 取って好きな球団行ってくださいっていう、うんうんうん、だから入るときは制限かけますよっていう、はい、でそして戦力の均等化を図っていくっていうのは大事なんちゃうかっていう、うん、だって1の1って本当の一生の称号だからね。まあそうですね、まあ、1の1って。でもそのもう 100% ほぼ1の大谷翔平選手とかがいたら多分確実に1の1な気がするんですよ、うん、でも分かんないよ、あの今の大谷翔平じゃないからね。まあそうですね、うん、うん、だってそしたらよ、どんなやつ来るんですよ、本当の1の1誰だろうねって言い出すからね。ああそうですね、予想が、うんうん、いやこの人じゃないですか、この選手じゃないですか、でもこのチームなんですよね、となるとこの人が1分の1の可能性ありますよねみたいなっていう予想に変わっていくわけですね。そうそうそう、うん、じゃあ1分の2誰ですかねみたいな、うんうんうん、で変わってくるわけ、はい、でその順番全部1巡目当てたらすごいよ。あー確かに、なんかそういう予想に変わっていくんですね。あそうそうだからそれはそれで楽しくなるんだ。ああなるほど。でこれの全部の大前提は戦力均等化なんだよ、はい、その中でもう一個しなきゃいけないことがある、うん、それは何かっていうと、はい、あのサラリーキャップ制導入っていう、うーん、サラリーキャップ制、これはあのもうメジャーでは、うん、あのどの競技にも適用されてるんだけども、はい、まあ、サラリーキャップ制とは各プロスポーツチームが所属する選手に支払う年俸総額、うん、あるいはチームの総予算、毎年リーグ全体の収入に基づいて上限金額を調整し規制する制度である。スポーツの分野またはリーグの違いによってあの詳細は様々あるけども、まあ、野球 NLB ではあの1997年3月14日にサラリーキャップ制の代替としてチームの年俸総額に贅沢税を作って選手には年俸税を課し球団間で収益を分配することを盛り込む新労使協定が、締結されたと、うん、この制度の目的は収入の低いチームにより多くの分配金を分配することで収支を改善し、うん、戦力均等化を促すことにあったが、チームがポストシーズンに進出できなくなった球団側は有力選手を放出しチーム全体の年俸総額を下げて多額の分配金を受け取るようなことを、画策されるようになり、結果的に戦力の均等化は達成できなかった。そのため2002年8月30日に凍結された新労使協定において、球団側が選手に支払う年俸総額が一定額を超えた場合、超過分に課税金を、贅沢税をかけ導入されたと。4年間に一定額を超えた回数に応じて税率を引き上げていく内容となっており、2003年はチームのロースター約40人の総年俸総額が1億1700万ドルを超えた唯一のチームであるニューヨークヤンキースが超過分の 17.5% を課税されたと、うん、で税額は違反回数に応じて増し、2013年から最大で 50% の税率が課せられることになったと、うん、で年俸の高騰を抑制して戦力の均等化を図った結果、2001年以降ワールドシリーズの優勝チームは毎年入れ替わるなど一定の成果を上げているってなって、だからその2001年以降ワールドシリーズの優勝チームも毎年入れ替わる結果になっているっていうところで戦力の均等化は保たれてるわけじゃんね。だからそれを日本でも導入した方がいいんちゃうかっていうね、その贅沢税とか、うん、まあ、その一つが、うん、まあね、あの昨年のオフからソフトバンクがすごいお金をかけて、はい、あのすんごいびっくりするようなお金をかけて選手を集めてるっていうところもあるけども、うん、まあソフトバンクはね最近ちょっと優勝できてないオリックスにね、はい、あの2年連続あのリーグ優勝されてオリックス去年日本一になって優勝してないっていうところで、まあ、優勝に向けてね、うん、そうやって補強していくっていう、しかもその自分たちの球団が稼いだお金を戦力補強に回していくっていうところではね、
真っ当な企業努力だね、うん、はい、で別にそれを批判する必要もないしね、うん、球団経営による球団努力がそういった戦力にお金を使えて強くしていくっていうのは真っ当なやり方だけども、うん、はい、まあこれが永遠続いてきたらやっぱマネーゲームになって、うん、それはもうね島内選手もそう言っちゃうよ、うん、はい、まあそうですよね、いろんなところで、うん、あとはそれはメジャーに行ったらね、うん、お金くれるからポスティング早くしてくれっていう人は言っちゃうよね、うん、っていうことを考えると、うん、まあ、ある一定のこの贅沢税的なのも導入して、まあ、ヤクルトが最下位から優勝したって盛り上がるじゃんね、うん、オリックスも最下位からとかずっと B クラスだったのに優勝したって盛り上がって、うん、やっぱ毎年優勝チームが変わっていくっていうのはやっぱ盛り上がると思うんだよ、うんうん、プロ野球界も、はい、これがプロ野球全体の裾野を広げて価値も高めていく部分ではいいと思うから、うん、はい、その FA 自動 FA になってくると、うん、これもすごい大金動き出すから、はい、そうですね、でなんとこれ全部セットでやると、うん、やっぱ贅沢税も導入していかなきゃいけなくなるわけ、うん、でそうなった時にいくらのね、はい、年俸が、うん、で贅沢税をかけていくかっていうところは、はい、まあそれはまあいろんな情勢を見ながら決めていかなきゃいけないんだけども、うん、ちなみに2022年の、はい、プロ野球12球団総額ランキング、はい、1位ソフトバンク、うん、62億円です。わー、約、平均1人9400万、わー、2位巨人45億円、はい、もう、17億円差があります。あ、ソフトバンクそんなに多いんだ。で3位楽天37億円、おで4位ヤクルト33億円、はい、でなんと12位中日25億円、約、2倍強です。そうですね、 2.5 倍ぐらい。うーん、ソフトバンクに11位広島25億円、うん、10位日本ハム25億円、はい、9位オリックス27億円で日本一だから、すごい効率いいで、うん、でもこの10、11、12の日本ハム、広島、中日、まあ、最下位っていうところもあって年俸も安いね、うん、はい、多分2023年度ランキングやばいと思うよ、うん、近藤、オスナ、はい、有原、うん、来て、はい、千賀投手の分ちょっと抜けたぐらいか。 そうだね、でも来てる選手の方がいえつないからね、うん、そうですね、抜けた分より増える方だよ。どんだけ増えるんだろう、分からん。だからまあね、簡単に言うと40億円を超えたら贅沢税取ってもいいかも分かんないね、まあ、このなんとなく平均で、平均で言うとね、まあ、これはまあいろんな状況のもとね算出しなきゃいけないけども、うん、はい、こういったところの贅沢税を取って、うん、そのお金をね、うん、野球振興に回すとか、はい、プロ野球だけじゃなくていろんな裾野の野球に使うお金にしていってもね、うん、この野球人口が下がってるというところを考えればね、はい、いいプラスになるところもあると思うから、うん、はい、そういったところの贅沢税をね、うん、取ってもいいかもわかんない、ね、そうですね、わあ、大改革ですね。そうだよ、でも全部セットだからね、本当なんか一つ変えたらやっぱ次につながっていくので、うん、そしたらもうめちゃくちゃセットで一気に大改革ですね。まだあんのよ改革で、もうすごい喋ったからやめるわ、ものすごい40分いやもうこれ以上のあのさ、はい、初心表明だからさ、そうです、ね、熱くなるね、まずはここからっていうね。あ、そうそうそう、うん、だからまあこれはねまだまだあるから、はい、いろんなのをこのやっぱ NBO 団体、はい、うん、まあ勝手にね、はい、作っちゃってね、うん、コミッショナーとして頑張っていきますんで、はい、今年はまずね本当皆さんと一緒にこのいろんな問題を討論するのもね、うん、議論するのも大事だと思うんで、なんかいろんな人の意見があると気づきっていうのもね、そう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 、ね、だから皆さんねぜひ参加できる方は、はい、つとつどこの日のこの時間にやりますっていうのはね、はい、まあ、1ヶ月前ぐらいにね、うん、アナウンスするようにしていきたいんで、はい、ここで収録するんですか。そうそう、参加してね、お皆さんと一緒に新たなね、はい、この団体を大きくしていって、はい、みんなのねいろんな意見を聞きながら、うん、より安いものをね作っていこうっていう新シリーズがスタートしますので、はい、ぜひ皆さん NBO 団体に入ってください、はい、ということで日刊スポーツ佐々木チャンネルコラボ企画、はい、大変長く喋りましたけども、はい、まだまだ喋ります、はい。